はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、元気でしょうか。マンホールガードってなんか最近というか、まあ3年前からそのコロナの影響もあってかわかんないけど、まあいろんなね、マンホールの色柄というか絵柄というか、そういうのがいろいろ色とあるようだよね。その漫画とかアニメとかとコラボしたようなやつだったりだとか、普段道で歩いているマンホールとは、まあ横浜市のよあれとはね違って、例えばまあそのみなとみらい地区の方で、ある地区の方に行けば、なんだろうな、その地区のキャラクターが入ったマンホールがあって、それを写真で収めて SNS でアップするとか、まあ、それの流れでマンホールカードっていうのができたみたいね。うん、まあ、それは市役所とか区役所とかに行くのか、そういう事務局みたいなところに行ってもらうのかどうかっていうのは分からんけど、それダムカードだったりと同じなのかなと思うんでね。わざわざ行って、まあ行くごとに息があるみたいな感じなんだろうけど、うん、神奈川県だと宮ヶ瀬ダムだったりだとか、まあ大小かかわらずあるんだろうけど、やっぱり人がいなかったりとかしてて受け取れなかったっていうのは、まあ YouTube じゃなくても、そのなんだっけな、アメーバーとかそういうので見てたりとかしてて、一回ね、連絡してこの時間に行きたいんだけどって言えば、多分その時間帯は行ってくれるとは思うんだけどね、その事務局の人が。それで転売しちゃったらどうしようもないんだけどさ。ね、転売しちゃいけないんだけどね、本当は。はい、皆さんどう思いでしょうか。以上です。